鶴アジサイは、アジサイかアジサイ属の落葉鶴聖へ目本。別名で、後藤鶴、鶴でマリとも言う。日本の北海道、本州、四国、九州に分布し、山野の,の湿った場所で、岩外や林園に自生する。落葉鶴聖の木元で、幹や枝から気根を出して、高木や岩外に付着し、絡みながら這のぼり、高さ5から20メートルくらいになる。 樹皮は、泡褐色から赤褐色で、幹は縦に裂けて剥がれるが、枝は明褐色で、皮目は少ない。枝は、単枝もよく出る。気根は二年枝から出始める。葉には、傭兵がついて、枝に耐性し、養心の形は甲卵形で10センチメートルほど、葉の先端は尖り、葉縁は巨子になる。夏季は6から7月で、 小さな矢や,やクリーム色をした後弁の両生花が集まる、果樹の周りに白色で4枚の花弁状の大きな学片を持つ草飾毛が縁取る。冬になっても草食毛の学片が枯れ残っていることもある。果実は9から10月の褐色に熟し、種子には翼がある。当賀は枝先の蝶賀は長乱形で大きく、枝に耐性する即賀は小さい。 ガリンは4枚あるが見えるのは、外側の2枚だけで、その表面は滑らかである。よく似ている岩絡みとともに、若葉が山菜として食べられる。鶴になり、アジサイ様の果女が出る点で共通するが、岩絡みは草食下に発達する学編が1枚だけで、ある点で見分けられる。エペジー体系とクロンキスと体系では、アジサイ科に分類されるが、 古いエングラー体系では、雪の下かに分類されていた。ありがとうございます。